お疲れ様です。ポイント活動、ポイ活のモッピーでございます。今回はですね、またゴールドランクに戻りましたので、そのことと、どのようにしたら有利な条件でモッピーができるのかについてお話ししようと思います。現在私が獲得しているポイントが 132,326 ポイントということなんですけども、これを PayPay など、現金など、他の通貨にして利用しようと思うと、交換手数料っていうのがかかるんですけども、この度私ね、ゴールド会員の達成条件クリアしましたんで、その手数料もね、なくなるということがあります。で、今月紹介人数出てないんですけども、今までの累計紹介人数が150人ということでね、非常にたくさんの方に私の動画を通じて、このモッピーに参加いただいております。大体ね、一人、紹介すると300ポイント入りますので、300ポイントかける150人ということで、満単位の紹介料をね、いただいてるってことになります。で、当然私だけが得じゃなくって、紹介された方ね、そういった方も最初からポイントが入ってますので、お互いウィンウィンということになりますね。それから今回の話題ですけども、私がね、一般の通常会員からゴールド会員までになるための条件なんですが、この1万ポイントを獲得するってやつです。これはだから何かのね、ポイント案件を達成して、一発で1万以上ってこともありますけども、いくつかを組み合わせて1万でもよろしいかと思います。で、あと2つ、広告タイプの A というやつと B というやつ、それぞれ承認しなければなりません。承認していただけなければね。これは案件をこなすうちに出てくるんですよ。で、A、B 両方を達成してる案件がないってことは、一発で1万ポイントは達成することができますけども、ただ、こちらの広告タイプ A、B を一発で両方行くことはないので、それぞれやらなければなりません。特に難しいのが B ということなんでね、B について今回お話していこうと思います。はい、ちなみにですね、こちらの方に、私のやっている B という案件、これね、いいはな .com って言って、お花のプレゼントなんですけども、こちらの方では、2800ポイントもらえた上に B の達成条件クリアということになります。最近 B の条件達成したのが Yahoo ショッピングでプリンターのインク買ったんですよ。そうするとインクが4000円ぐらいでしょ ?4000 円か5000円ぐらい。で、それのパーセンテージで39ポイントをもらったんですけども、これは自分で、何ですか、買い物をして自分でポイントもらったっていう自己アフィリエイトみたいなやつなんですけども、でもこの目的っていうのは、実はね、Yahoo ショッピング、モッピーを通じて Yahoo ショッピングでインク買ったんですけども、広告タイプ B をクリアするっていうことに目的があったんで、まんまとここが OK になったわけですよね。これによって私は今ゴールドの達成条件をクリアしたわけなんですけども、会員ランクって何なのってことをこうクリックしてみましょうか。はい。で、モッピーっていうのはね、通常会員とゴールド会員の2種類ありまして、長くやるんだったらゴールド会員を取った方がいいですね。で、こういう風にゴールド会員になるとメリットがあります。ランクボーナスが毎月 15% もらえますね。15% 増量っていう風になりますんで、ポイントが非常に溜まりやすくなってます。さらに溜まったポイントを何らかの交換するときに交換手数料が無料になりますよと。毎月1回交換無料になりますよってことなんで、月にね、2回も3回も交換する方はいないと思いますけども、だいたい数ヶ月に1回のポイント交換ですから。だからこれはちょっとね、美味しいなっていうところですね。で、その他詳細はこちらの方ご覧いただけますんで、ぜひね、見ていただきたいと思います。はい。その他動画でも解説してますね。で、ゴールド会員になりましたんで、よかったって話なんですけども、広告タイプ B ってやつね。これはね、購入金額の何%が、振り込まれますよっていうふうに書いてますんで分かりやすいんですけども、実際にモッピーの案件をこなす中で、これは広告タイプ A なのか B なのかってことが分かりやすく書いてます。ですから、今の時点で心配しなくても大丈夫です。はい。ランクアップ対象って書いてあるね。こういうふうに分かりやすく書いてるわけですよね。はい。ということでね、ゴールドランクになると、かなり手厚くやってもらえるってことなんで、ポイントも貯まりやすいし、手数料はかかんないし、いいことづけめというお話でした。今回はね、具体的なモッピーの案件についてお話ししませんけども、やっぱりね、お得なこういったね、案件がどんどん出てきてますんで、非常に選びやすいかなってところがあります。ね。私もね、まだまだ手を出してないのがありますけども、だいたい1週間に1つの案件ぐらいやっていこうかなっていうようなペースに今なってますね。まあでも月に1回でもいいんですよ。月に1回3000とか5000っていうのをモッピーで稼いでいくっていうのもすごく簡単で、いいペースだと思います。こういうふうにね、月に数千円っていうのをモッピーとかね、それからアンケートサイトとかね、ポイントサイトとか暗号通貨みたいなのいろいろ組み合わせて、毎月3万から5万円の余剰資金を作り続けるっていうのも、ネットビジネスの一つの道ですからね。私の方ではそういった方法も紹介しております。ぜひね、今後も動画の方をご覧ください。それから動画概要欄には、モッピーの参加のためのね、友達紹介の URL をつけておきましたんで、そちらの方もぜひね、ご覧いただいて参加してみてください。それでは、以上です。